回転バレル研磨機で市販されている角が丸いヒノキチップを作れるのか試してみた。木片同士がぶつかって面取りができると嬉しかったが、残念ながらバルが取れたのみであった。時間をかけても無理そうだ。容器の内壁に空研ぎ紙ヤスリを貼り、回転させてみることにした。思いのほか時間がかかる上、時間をかけてもあまり変化がなかった。作業効率を向上させるには、研磨力と耐久性の高い布ヤスリを貼ったり、ワークの量を減らすとよかった。その他に、面があまり取れてないものもあったので、正逆転機能を使った方がいいだろう。ヤスリの目詰まりの原因となる木くずは、歯ごきのようなノズルで吸い取るのが便利だった。